チャレンジすることが大事。生まれるクリエイティブなことを考えるためにチャレンジしないと、その生まれてこない。怪我だらけで、足もすごいあざがいっぱい、スカートは履けない。形はかっこいいだろうなと思うけども、でもすごく乗りづらくなっちゃうようであれば、デザインを優先しないことが多いです。小バイクを作るときはスケッチはしない。いや、サンダーとドリルがあれば何でもできると思ってたからね。ラインを引くときは何も考えていないです。かっこいいラインを想像してデザインを作っていくっていうことだけを考えています。みんな危ないことダメ、危ないことダメって言うよ。そんなことないよ。危ないこと一番楽しいさ。みんなが心配してくれるけど、僕はそんなでもないですね。足があれば、トシ君より速くなってたかなと思うかな。いらないですよ、電気バイクは。終わった。